はい、どうもアニマルパテマソでございます。というわけで今回はとりあえずアクリル板買ってきたんで、切ってフィルターのね蓋の方をやっていこうと思います。でこちらの、フィルターなんですけども、あのね、左側映ってる青いやつがフィルターなんですけども、幅が89センチで、幅が16センチで、奥行き16センチ、幅が89センチぐらいだったんで、ちょっとこれ32センチの、幅の板だったんで、ちょっと半分でね、バッチリでした。はい。ですね、とりあえず半分に切って、あとは長さ、幅を調節しようかなと思っています。はい。幅をって言うんですけどね。まあ、16センチの奥行きの板にしようかなと。はい。ほんと便利ですね、このアクリルカッター。これ、板切るやつ。綺麗に切れる。はい、キー言ってますね、たまにキー言うかもしれませんけども、はい、頑張って切っております。でですね、この水槽の方も多分次回で最終回になるかもしれませんね。はい、というわけで言ってるうちに蓋が出来上がりました。はい、これをどうにかしてくっつけていきます。くっつけて蓋を開閉できるようにします。で買ったのがこちら、アクリル用の接着剤と透明の長板を買いました。それもアクリル用ですね。両方とも一緒のメーカーですね。はい、これをくっつけて開閉できるようにしようかなと。まずちょっと仮止めするのにマスキングテープで、はい、こんな感じで一回仮止めしてみました。でですね、液体なんでさっとこう流し込みます。はい、こうやって流し込んでおきますね。結構ね流れます。これ多分剥がしたら分かると思うんですけど、液だれしやすい。めくったらバカと思う。私これちょっと透明になってしょ、下の方液だれしやすいですよ。しっかり養生しときゃよかったな、もうちょっとな。でもね、がっちりかなりがっちりくっつきます。本当は長板との方は綺麗なんですけど、あの塗料塗った後いけるかどうか分かんないね。先に塗りました。というわけである程度のもう作業が終わったんでね、色を塗っていきます。まずはシルバーで、下地を塗りました。はい、サーフェイサーみたいな代わりですね。シルバーの上だと、ね、結構色乗りやすいんでね、わざわざサーフェイサー買わずにシルバーがあればシルバー塗っちゃえばいきます。そしてまだ黒を一旦さーっと全体的に、まあ、角の方はしっかりちょっと塗りますけども、全体的にバーっと薄めでいいんで一回で塗ります。はい、この時ですね、もう大体でいいです。もう重ね塗りしたってね、どうせ一発でこのシルバーの色地は透けちゃうんで、で3度ほど塗るとこういう感じになってきますね。まあちょっとシルバーが見えてるところもありますけども、多分これテカリかな、多分テカリかもしれませんね。うん、まあ3度ほど塗るともう完全に消えちゃいます。まあちょっとシルバー出てもいいです。なんか鉄っぽさが出るんでね。で3度塗りした後にこちらのウレタンのコーティング、これ丈夫なんでウレタンの量、そうこれもう1本分使います。はい、10分ほどでね結構固まりますんで、何回ももうこのスプレーなくなるまでコーティングさせていきます。なぜかと言いますと、このウレタンのこのスプレーってもう24時間経つと使えないんですよね。中で硬化しちゃいますんで、ですんでもう全部たっぷりと、もう4回でも5回でも薄く上からなくなるまでかけました。はい、まあ、ウレタン丈夫なんでね、やっておくとね、はい、ぶつけたところで多少の傷は大丈夫かなと思います。まあこれやった後に最後艶消しの黒でテカリを抑えます。まあフィルターテカテカのフィルターも好きな人いるかもしれませんが、僕ちょっとプラスチック感とかちょっとやれた感が好きなんで、艶消しブラックで艶を抑えます。上からね、この時にまあシルバーもしちょっと見えてるとかって上から塗っちゃえばいいと思います。はい、塗っちゃって最後にクリアでちょっと上からコーティングしておきます。まあこれは軽くもうほんのちょっと振るぐらい、もうほんのちょっと艶消しブラックの上からねクリア塗るとね黒がねちょっと締まります。軽く締まります、いい感じに。はい、これで塗り作業は終わりとなります。まあ天気もね悪くなってきたんで、このまま24時間ほど放置して明日完成させようかなと思っております。まあ天気とかにもよりますけどね、結構綺麗だけどね塗れましたね。マットだとねあんましね傷とか汚れも目立たないんでおすすめです。というわけでアニマルパデモソでございました。明日できれば最終回にしたいと思います。アニモー。